や、うん、3人目の神の目を失った人は確かこの辺りで有名な剣術家だったよな。剣術家、明鏡止水流の芸師範らしいけど、なんかすごそうだな。ウェイ、明鏡止水。オッケー。ここがその人の剣術道場みたいだ。ナナコ、そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で、だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それは師匠が邪気に取りつかれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。君たちは誰だ？暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取りつかれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか、どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。怖くないよ。違うんだ、オイラたち、弟子入り。そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。でもここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。師匠は言ってたよ。俺たちの修行に付き合ってる時も。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから人が急激に変わってしまったのです。何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと。 What has he been saying? 兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、しかし正直私も師匠が良くなるかどうか分かりません。鳴神大社ってなんだ？鳴神大社知らないのか？あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、だから安心しろ、七子。師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし邪気に取り憑かれる。I think it's just like a misunderstanding, right? Like, there's no way he's like possessed. Shh, 来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、さっき妹たちが師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、苦しみながら耳を塞いでいたらしい。ずっと名前を叫んでいたよ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてからあてもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで君たちは少しここで待って。安西か。あれ、あ、なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。そうはさせるか。よっ、
so many things. いた！あそこに怪しい奴がいるぞ。きっとあいつだ。お前ら本当にドモンの弟子か。それとも何年も会わねえうちにドモンの奴また実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？はっ、お前らが生まれてくるずっと昔から俺とドモンは一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺はドモンから兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。安西だ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。いや、安西だ。安西って誰？ドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。しかし土門は違った。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。当時俺その時あいつの心には天下一を取ることしかなかった。すごい人なんだな。それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。おお、どうやら先払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず先払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。なんですって。師匠は邪気に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか。七子、落ち着け。申し訳ございません。しかしこの世界には様々な邪が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、今の段階で結論を出すことはできません。Is it just me, or is her voice similar to Fuka from Honkai? Like, very, very similar. それに、このことに転機がないとは限りません。Yeah, I mean, I'm high. 先ほど私が得た情報によりますと、八重様が、鳴神大社の大巫女様、八重様が、よかった。ええ。八重様、あなた方の師匠が、邪気、そのお巫女様、必要ありません。唯一行うべきは、指定された時間では。私はこれで。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか。いや、そんな、それはごったら八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だって。
とにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。おう、おいらもその八重様って人が気になるぞ。 Wait, so we're ending this act 1 with meeting Yae? その人からライデン将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。 Okay, what time? Alright, I mean, I've been there, so it's easy. Let's do that real quick.お、あの人が八重様か。純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。あそれに、さっきオイラたちのことを見てなかったか？いや、美人だ美人だ。あはは、マジで美人だよ。はい、オイラの見間違いだったかも。何せ来るな、もう剣はやめたんだ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか？師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。ふん。 Please, 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 Sakura's voice.Please, I beg. 残念じゃが、ナンジラの師匠から邪気は感じられぬ。It is! It is! Holy shit! It is! Oh my god! Oh my god! そんな…では師匠は…そう、自らこのようになった。ははは、おまい… Oh my god, dude! 巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊。精神も傷つき、最後には発狂する。I'm dead, bro. She's... What the fuck? I'm simping, dude. I'm simping. I don't care. 水に落ちたもののように、あがけばあがくほど、暗く冷たき深海に落ちる。原因は、おそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは、願いを奪われることと同じじゃ。Oh my god, she just has that voice for this, man. 願い。しかし、八重様。ナンジラの流派、明鏡止水流と言ったか？いいなじゃが、今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者がその手で自身の師匠と兄弟子を任した時、本当に何も感じぬと思うか？I'm sorry, I'm just gonna fucking say it, dude. I'm just gonna fucking say it.They took the sort of, what is it, the model from Honkai, right? They added this part right here to, like, to pretty much just close it. Because in Honkai, it's very apparent that side boobs are a thing. But I mean, hey, she's still pretty beautiful. She's still beautiful. 八重様のおっしゃる意味は、剣の道とは千変万化。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。故に天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。Is that an ear? If it's an ear, I swear to God, they just copied and pasted it, man. その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく。そして、このようになる。Oh my god, bro. 美人だな、こいつマジで。そう。あの未熟なわらわの友人のように。誰？師匠は。すまない、父さん。
師匠、安西さん。もういい。え、さっき会ったドモンさんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ、やはり俺はあの時。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。だがお前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。はなっからお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。お前に任されたほとんどのやつがお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか、俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前の願いが奪われ、俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。だがいつの日か、あいつをにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。 Bro! Oh my god! God damn it, man. いつの日か、あいつらも俺みたいになるっていうのなら。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠。師匠は以前、海賊から私を救ってくださいました。私はその時、師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来、師匠のように苦しむのかなんて、私には分かりません。いつの日か正々堂々胸を張り。七子だけじゃない、俺たち、他のみんなもそう思ってる。お前たち。ほら見ろ、願いが奪われるなんてこと、俺は経験したこともないから分かる。だからよ、俺とお前は違う。そうか、すまなかった。ね、今の俺は天下一になんて興味はない。だがお前たちの師匠として、この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。何をほうけてるんだ。 Now the question is, will it end with Yae?うんうん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。 Alright, so will this end with Yae or with Ayaka? Like us, you know, us going back to Ayaka. Seems as good of a resolution as we can hope for. 旅人さん、お待ちを。 There we go. 八重様からお話がございます。 There we go. やはりわらわの気のせいじゃなかった。どうも、はじめまして。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが、何時がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。 Those are ears. Those are ears. Fuck's sake. わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。No, I won't disappoint. あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。まあ、これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。Was the friend that Yae said, like mentioned, I guess, is Raiden by any chance, maybe? I mean, that might be the case. So like, Yae is trying to like change her as well. I don't know though, I don't know. That would be cool, but I don't know. Ayaka-san.戻ってきましたよ。あやか、最後の願いも叶えたぞ。あやか、
Hello. こうして会うのは初めてですね。旅人さん、パイモンさん。I mean, I was not expecting a CG. I'm not complaining. Hello? Oh my god. あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ。神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば、彩香、どうして今回は出てきたんだ？あの三つの出来事から、私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように、友人とはすだれ越しにお話はできません。I like this part of her sort of hair. ちょっと待った。トーマってお前の嫌いだろ？おいら嫌いは嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか。なんか屏風の後ろから出てきた彩香、雰囲気も違う気がするぞ。わかった。じゃあお前の友達になってやる。 Friend request accepted. ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか？ Honestly, I'm gonna choose this one. 神である将軍様の目には、すべての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周囲、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらきっと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であればもう一度お考えを。 Sure. 本当ですか？はい、もちろんです。He seems pretty happy. まったく、お嬢にはかなわない。彼はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。Ayaka feels like the Ningguang of Liyue, somewhat. I'm pretty sure she's not like the highest part. The thing is, you can't really sort of, what is it, compare Inazuma's sort of rankings? Rank system? The system with Liyue, because it's different. But at the same time, you can draw lines to sort of like see similarities, I guess.では、このことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。At the end? Loading? TP'd? またここに来たな。This... Oh yeah, it is the thing, yeah, yeah. 先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。あった。サンキュー、よろしく。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置。シャブ業神里家のみが計画、建設、修理、そして出入りする者の管理を許されています。これらはすべて
社奉行の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいら分かったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後、城内での祭祀が減ってから、社奉行の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？ Will you join my party? First and foremost、what kind of god is the Raiden Shogun? Is no one else fighting the Vision Hunt Decree? Have you raised a formal objection? What kind of god? I guess I'll do this first. 将軍様、私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く、類を見ないほどの威圧感を放っていました。彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。 OK、yeah, yeah, we'll go top to bottom, I guess. 実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。True, because not everyone has a vision. Like, it's、people who has、visions. People who have visions are like the minority instead of the majority. Makes sense. 神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。Yep, yep, exactly. そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな。あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡積島の珊瑚宮の下で抵抗組織を結成したのです。珊瑚宮に関しては、もともと鳴神島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に、他の意図があるかどうかは分かりませんが。All right, final question. もちろん試みました。しかし、メガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による両奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。 We haven't gotten the actual reason from、Raiden as to like why she does this in the first place. I'm pretty sure pretty interested in that for that. そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。 What is up with me just literally sort of predicting the future? What the hell? I have no further questions. Except for will you join my party, Ayaka? Please. おいらはまだ質問が残ってるぞ。 Okay. おや、パイモンさん。何が聞きたいのでしょう。 Food.どうやってメガリレーに抵抗するんだ？ I'm sorry, Paimon. 正直、まだ決まっていません。マジか。おい！メガリレーに抵抗するということは、神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。True. じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、
偽の神の目を作り、その場をしのいだりすることです。Oh my god! 神の目って偽物が作れるのか？花見坂の手芸職人の手にかかれば、肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。Must have been where Venti went. しかし現在、ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか？はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、このまま正勝先生を見捨てるわけにはいきません。私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私とトーマはシャブ業としての身分がございますので、このことが露見すれば上里家全体を巻き込んでしまいます。その後の行動での支援も難しくなるでしょう。もちろんこのことを全てあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。No, it's not even done. Excuse me. Oh my god. Dude, how long is this? Holy shit. The commission's commission.